どうもゆういちです。今回は仕掛けの重りについて話をしようと思います。一応説明する前に一言断っておこうと思うんですけど、今からする話は押し付けるつもりもなく、あくまでも自分の決意表明な感じでやっていこうと思っています。最近の釣り業界とか社会の動きから考えて、今までこの使っていた鉛おもりをこっち側の鉄おもりに変えていこうと思っています。先日閉店する釣り具屋で1個500円、これが1個500円で値札がついてたものなんですけど、これが半額で売られていました。でその時にめちゃめちゃ買い占めさせていただきまして、この30号が9個と20号が5個買いました。その時にはこの壁水っていう重りなんですけど、この壁水をできる限り使っていこうかなっていう感じで思っていたんですけど、絶版品だったんでこれはもう手に入りません。なのでこの壁水が終わったらこっち側のエコ重りに変えていこうと思います。数年前にもこのエコ重り使ったことあるんですけど、その時には相当な値掛かりをしまして心が折れました。でこのエコーモリが値掛かりがすごかったので、こっちの鉛の保護モリに変えた結果値掛かりが相当減ったんですね。それでこの保護モリを数年ずっと使ってきたんですけど、これを今回からやめます。でおそらくですけど、もうそこから 4,5 年経ってるんで、このエコ盛りを使っても値掛かりを多少は軽減させられるんじゃないかなというよくわからない自信があるんで、これからこれを使っていこうと思っています。あとこの天秤と重りをつなげているこの結束バンドなんですけど、これも今回からやめます。これを使ってた理由も値掛かりが結構外しやすいんですよね。これを思いっきし引っ張るとすごくちょうどいい具合に、今引っ張っても倒れませんけど、すっごいちょうどいい具合に仕掛けが戻ってきてくれます。なんで結構重宝して使ってたんですけど、これをやめます。で今後はこのスナップを使ってこんな感じで天秤とエコー盛りをつなげて使っていこうと思います。多分回収率としてはだいぶ悪くなる気がするんですけど、まあ環境負荷をなるべく軽減しようと考えた結果、これでやっていこうと思っています。まあ使いながらもし悪いところがあればまた改善してっていうのを繰り返していくと思いますが、なるべくこれでうまいことやっていければいいかなと思ってます。そんな感じでこんだけ一応買い置きをしました。これでどんくらい持つかわからないんですけど、まあ、毎月ちょっと買い足しながらうまいこと運用していければいいかなと思います。そんな感じで環境負荷も考えながら釣りをしなきゃなんないなということも考えて今回動画にさせていただきました。まあ一人でも多くの方にこれが伝わればいいかなと思います。これからはこの鉄おもりで頑張って釣りしていきます。ご視聴ありがとうございました。